これもその上岡さんが指摘されているもう一つのその不都合な真実の一つなんですけれどもね、その原子炉が止まってるからそのうちの原発というかうちの近所にある原発は安全だと言えないと、うんうん、つまり例えば浜岡原発が止まってますよ ね原子炉の運転はしとらんと、うん、それでは静岡県民はですね、いやいや安心安心と言ってていいのかというと、うん、そんなことはないと、横に、うん使用済み燃料、まあ、要するにプルトニウムですわね、はい、使用済み燃料というのも私はかなりマイルドな表現に変えてあるなと思うんですけど、うんまあ、プルトニウム塊が、まだその放火熱を放っているから それを冷ますための、プールに使って置いてあると、はい、でそれはいわゆる本当に何て言いますかね、防護としては原子炉のように格納容器にくるまれたりしてなくて、まあ、ただのプールであると。そうですね。そういうことですよね、うん、ですからもし万が一地震が起きたりしてその、プールの水が抜けたりするとそれは、原子炉より怖いのであると。そうですね。というふうに考えているわけですよね。そうですね、うん、まあその時間的余裕は多少あるかもしれないけれども、それは崩壊熱が低いからですね、多分。まあ原子炉運転中よりはまあそうですね、リスク低いかもしれないけど、ね、結局同じ時間が経てば同じことですね。うん、そういうことになりますよね。うん、でその今度はですね、格納容器もヘチマも圧力容器もなくてですね、むき出しの燃料棒が、ね、水が抜けると、ね溶けちゃうと。はい、でそこからその放射性物質が何のストッパーも、うん、まあ、縦やぐらいしかないわけですよね。別にストッパーは何もないと、うん、でそこが出てくると、うん、でそれこそが本当は危険なんじゃないのかということを上岡さんはおっしゃってますよね。そうですね、まあ、だから各地の脱原発運動でも、うん、よく再稼働反対反対って言うんだけども、うん、その使用済み燃料のことあんまりね、強調しないというところはありますよね。そうなんですね。再稼働反対というのをよく聞くんですけど、じゃあ再稼働、稼働が止まったらいいのかと、うん、というふうに考えると全然そんなことないですね。そうですね。うん、基本的にですね、運転してない原発でもですね、うん、今横にですね、そういうその使用済み核燃料イコールプルトニウムも、いわゆるその、まあ、プールがですね、はい、あってそこに燃料庫あると考えてよろしいんですか。あ、それはデータは公開されてます。されてますよね、はい、それはどこを見ればいいでしょう。原子力規制庁を見ればいいですか。あれは電磁連だったかな。あ、そうですか。その一応そういう一覧表はあります。あ、じゃあどの原発に何本まだあるっていうのはまだもう公開されてる。公開されてます。まあ、本って何本っていうか重量表示だったかな、ありますけど。あ、飛んでですか。飛んで。だからその、まあ、数字を見れば、自分の家の近くの原発にはプルトニウムがプールに入ったまま何どれぐらいあるのかと。プルトニウムというよりもセシウムですね。セシウムですか。つまりその燃料棒イコールプルトニウムだけではなくてセシウムでもある、ね。その実際に被爆被害が出るとすればセシウムと要素でしょうかね。うんうん、ああ、つまりその溶けて出てくるものですね。そうですね。溶けた時に出てくるもの。なるほどな。まあこれは答えをまあ薄々知ってるんですけれども。あえて上岡さんにお尋ねしたいんですけれども、なぜそんな使用済み燃料棒が原子力発電所のその原子炉の横に貯蔵されているのかっていうことなんですけど、うん、それはなぜなんでしょう。まあもともと運転上は一つの棒をずっと入れておくんじゃなくてローテーションで使ったりしてる、そうですね、そうですね、まあ、そういう作業上のこともあると思うんですけども、うん、一つにはもう行き先ないですよね。6カ所は動かないし、6カ所村の再処理工場、だから各地の原発も仮に再稼働したところでもう数年で満杯ですよね、プール。そういう状況だと思いますけど。つまりそのあれですね、
持っていき場所がないと。そうですね。つまりそのあれですよね、運転は運転するはできるか知らん、再稼働できるか知らんけれども、それで出てくるその燃料棒のその燃え殻といいますか、ね、そっちの方がどんどん溜まって置き場所がないということですね。そうですね。うん、まあ、だからこの間新潟の柏崎で、ええ、使用済み燃料を6カ所に移すありました、ね、というのはあったけど、ただ移したところで向こう動かないんで置いとくだけですね。結局要するに保管場所が変わるだけですね。そうですね。つまりその6カ所村で行われるはずのそのプルトニウムをもう一回その核燃料にリサイクルするっていうのはもう止まっているの で、 そうです、ね、しかもその文字も入るが決まってしまったので、ね、燃やす先もないと、ね、だからどうすんのっていう話になるわけですね。うん、国はその辺に全く明快な答えっても出てない、出してないでしょうね。出してないでしょうね。いや、それはそのやはり国はもう出せない、国答えが出せないということなんでしょうか。まあなんか誰も責任を持ってないっていうことだと思いますけどね。だからごめんなさい、それを亀井さんにお伺いするのはちょっと筋違いかもしれない、承知でお伺いするんですけども、その誰も責任を持ってないっていうのはその我々の庶民の感覚ではですね、いやそういうの監督官庁があるんじゃないのと、うん、いやその原子力規制庁なんですね、原子力規制委員会なりがあって、それがちゃんと見てんじゃないのとというふうなこう、まあ、楽観的に考えてるんですけど、それは違うということなんでしょうか。まあおそらくそういう体制ではないでしょうね。原発自体だって規制庁はその我々は規制に適合してるかどうかを見るだけで、それが本当に実行されるかどうかは事業者の責任だと、で自分たちはその適合の審査はしてるけど安全だとは言いませんよということをもう公言してますから。つまりプラントが要するに、まあ、使用設計書の通りになっとるかということしか見ませんということですね。まあ、その安全基準を満たしてるかそういうことですね、ということを見るけれども、うん、それが実際に機能するかどうかは知りませんということですね。つまりその事業者がそれをちゃんと守ってるかどうかっていうのはもう事業者の、まあ、なんていうのかな、裁量なんだってこと、ま、守るっていうか申請書を見ると、例えばもしこういう例えばこの電源が止まった時は何名を何分以内に派遣して何分以内にこうしますというようなことを手順がどんどん書いてあるんですけれども、まあ、規制庁はその手順がまあ適正かどうかは見てるけれども、その本当にそれが実行できるかどうかということについてはもう事業者の責任ですと。つまりマニュアルが合ってる、マニュアルを文字で申請するけれども、まあ、マニュアルを彼らが本当にできるのかどうかっていうところまで知らんって言ってる、ね、そうですね、マニュアルを審査してるということですね。つまりそこで一種 の、 その責任の押し付けが行われるわけですね。そうですね。まあ、確かにじゃあ事業者つまり電力会社ですよね、責任かも知らんなと、っていう気がするんですけれども、まあ福島第一原発事故の時なんか見ると、まあ、電力会社はまあ非常に当てにならんと、というのが正直なところだと思うんですね。非常に不安ですね、それは。なんかつまりそこでやはりそのどの官庁も、例えばその原子力規制庁はまあ今ではその経産省から独立した規制機関となってますので、経産省もそれは俺うちの管轄じゃないといい、原子力規制庁もそれは事業者の責任管轄であるというと、で事業者は必ずやりますというふうに言うわけですよね。だけどそれが 100%、じゃあ本当のクライシスの時に実行されるという保証はどこにもないわけ。そうですね。原子力防災訓練とかあるっていうのは役に立たないんですかね。あれ、いや、それは限定的な範囲では役に立つと思いますね。というのは事故が起きたら即最大規模になるわけじゃなくて、いろんなレベルで
起きることもあるでしょうから、そうですね、その進展のスピードも、ね、レベルが低ければ対応できることもあるだろうから、別に訓練意味ないということではなくて必要だと思うんですけれども、ただ限度があるということですよね。福島第一で起きたことをですね、検証してみるとですね、あれがその2011年3月にまあ事故が起きるわけですけれども、2010年の10月頃にあれ浜岡原発であれ防災訓練やってるんですよね。確かに、いや、どこでも毎年やってます。毎年やってますよね、はい、でそこにちゃんと菅直人も参加しとるわけですね、はい、で当時のビデオなんか見ますと、後ろに寺岡院長とかですね、はい、実におなじみの顔ぶれが並んどると、はい、で全く同じ人間が訓練やっていても、いざ本番になるとですね、全然違うことやってるじゃんっていう場面がいっぱいありますね。で、いや、菅さん、こんなとこで党首会談なんか行って1時間半も空席にしてはダメでしょうと、でここの前にあなた反抗さないから避難が始まらなかったんですよという場面があるわけですよね。私は人間ってやっぱりいくら訓練しても1回ぐらいの訓練しちゃダメで、本当にクライシスが来たらパニックを起こしてですね、反抗さないかんっていうのをみんな忘れてるとか、総理の反抗がないと住民避難始まらんじゃんっていうのを誰も言わないんですね、寺岡委員長も言ってないし、菅さんも忘れてると、でそういう場面がいくらでもあると、だからそういうヒューマンエラーの方が怖いと思うんですよね。金子さんのご専門ってまさにその辺になってくるんじゃないでしょうか。そまた多少関連ありますね。一つはやっぱりああいう事態というのは初めてだったからっていうことあるでしょう、ね、というのは地震とか津波っていうのは、日本人だったら大体自分が会わなくても大体知ってるわけ で、 そうです、ね、どんなことがあったらどういうことが起きるっていうことは分かってる、ね、だから東日本の時だって、東日本の時だって地震、津波に対しては別に総理大臣とか大臣が何か言わなくてもどんどん現場で動いてるわけですよね。ただ原子力はそういう経験がなかったので、やっぱり誰もどうしていいか分からなかったっていうところがあるんでしょうね。なるほどね。つまり誰も正解を知らないまま動いてるってことですよね。そうですね。これもその、ご指摘の中にあったかな。つまりその、じゃあその今回ですね、福島第一原発事故というその、一つの、実例といいますかね、実経験が出たんだから、はい、じゃあそれが新しいね原発事故の避難指針に反映されてるのかというと、どう思われます？私全然反映されてないんじゃないのかというふうに思うんですけれども。全然ってことはないけれども、少なくともそのあれですよね、放射性物質が出てくるっていう前提にはなりましたね。そうですね。前からそうだったんだけれども、その範囲が非常に限定されて、その小さいレベルでしか起きないっていう想定だったけど、その想定を少し大きくはしてるということですね。たださっきのその規制庁のこれの前提ですけれども、これはですね、福島事故の100分の1の規模でだっていう、そういう前提なんですね。ははー。それはだから福島を教訓にしていろいろ防護設備の強化とか予備の発電機入れますとか、なんとかなんとかっていうのをやったから、その100分の1で収まると。それは放出量が、放出量が約ですね、約100分の1という前提、はいはいはい、でもそれでもこれですからねじゃあ福島第一波に起きたらこれの100倍ということですね。そうですね。比例ではないけど、100倍ということですね。なるほどね。分かりました。単純に1時間数で増えていくというものじゃないけれど、ということですね。なるほどな。もう一度その避難 の、 対策の話に戻すんですけれども、
例えばですね、まあ、今PAZ と、ええ、UPZ という考え、ええ、まあ、これがまたややこしいなと思うんですけれども、ええ、要するに PAZ というのは原発が半径5キロである。そうですね。でここはその漏れ出そうが漏れ出そう前が、ええ、とりあえず原子炉に何か異常があったら逃げると、ええ、まあ一定の条件になったしたら逃げると逃げるという、うん、そういう範囲なんですよね。で UPZ は、30キロと、はい、でそのまあ国なんか国の方はですね、今まではまあ10キロぐらいしか想定してなかったのが ね、30キロに想定してたのがすごい、進歩したんだっていうふうに言うんですけど、よくよく聞くとここはそのもう一回戻しますけど、家の中におれと、つまり国内退避が基本になってるわけですよね。で私これがまあ金子さんもですね、この原発避難はできるかっていう5本の中でおっしゃってるんですけれども、できるだけ、住民を動かさないように転換しておると、ね、はい、ということですよね、でこれはですね、上岡さんの5本をそのまま引用しますとですね、できるだけ住民を逃がさない方針に転換したと。その理由は第一に当初から指摘されていた通り30キロ圏内の住民が迅速かつ安全に移動することはほぼ不可能であることが露呈したため、はい、第2は住民を避難指示することによって、動かすと発電事業者に補償責任が発生するので、それを極力抑える思惑が働いていると考えると2つ理由をおっしゃってるわけですね。で、これは私ですね、両方ともとんでもないというかですね、これ本末転倒も甚だしいんじゃないかというふうに思ってまして、これは私も感想なんですけど、まず一つ目はですね、要するに移動させるのが不可能なんだから、動くなと、家におれと、ということですよね、これ。だからそんなこと実際にあり得るでしょうか？うん、だから各地のシミュレーションでもそのある程度の人はもう自主的に動くであろうというような、まあ、そういう前提でシミュレーションしてますから、実際にはやっぱり家におれと言ったって無理で動く人が出てくると思いますけどね。福島第一の例で私やっぱり避難者の方に質問しましたね、やっぱりその1回目の水素爆発の映像を見たと、その時点でみんなわーっとこう、そうですね、動き始めるわけですね、でその例えばですね、当時も、20キロ圏30キロ圏の間は屋内退避とかなんかいろいろ細かい条件付きがあったんですけれども、誰もそんなこと構ってないわけですね。で自分の家が20キロ圏の中なのか30キロ圏なのかってこと、そんなことは別に構ってなくて、福島市にいた人でもこれやばいとなるとですね、車に乗ってやっぱり逃げてたわけですね。だからそのこの国の避難指針見るとですね、こんな机上の空論があるのかと、要するに30キロ圏内の人はみんな行儀よくね、原発が爆発しようが、プルームが収集流れてこようがですね、家の中におれと、そんなこと誰が守ると、という気がするんですね。つまりその隣の家の人がですね、荷物まとめて自動車でわーとか逃げるの見たらですね、普通の人は逃げ、俺もと思いますよね。なぜこんなことになったんでしょうかね、しかし。まだ辻褄合わせなんでしょうね。だから一つはそんな大量の人が一斉に動くっていうのはもう物理的に無理だから、まあ、まずは屋内退避すると、で、はい、こう部分的に少しずつ逃げればまあ動けるだろうという。それはどういうことなんでしょう、屋内退避してですよ、じゃあその俺は逃げるって逃げたらですね、警察が逮捕されるとかですかね。いや法律的にそれはないですけどね、警戒区域、立ち入り禁止区域が設定されればそこを入ると違法になるけど、なりますよね、それ以外のところは法律的な規制はないですね、今は。じゃあそれでいや俺はどうしても逃げるんだって言ってですね、屋内退避をせずに逃げちゃった人には別に特に罰則はないということですよね。現在はないですね、それは。ないですよね、じゃあみんな逃げるんじゃないですかね。そうですね、ただね、
それ難しいんで、ただあのに逃げて行った先でどうすんだっていう問題があって、だってもう知ってる人もいない、あの親戚か友達でもいればともかく、あの行った先でその受け入れ体制があるのかどうかもわからないと、それからやっぱりあの放射線ですから、あのこう直接近くできないもんだから、見えないし匂いもないしと、あの東海村の JCO の時でも、あのまあ各国交を回ってですね、消防団員の人とか各国を回ってあの避難してくださいって言ったけど、もう自分はもう高齢者だからもういいやほっといてくれとかですね、それ大変なんですよね実際には。動かないわけですね、そうか、みんな一斉に避難して道路が、飽和しちゃうと、ってことじゃなくて動かない人もいるということですね。そう、そっちの方が大変ですね。あ、つまりあのいや放射性物質のプルームが来てますから皆さん逃げてくださいと言っても、え、何も別に変わらんじゃんと、そう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 、ということですよね、それを説得するのは難しいですね、まあ、だからあのすごい津波みたいにもう目の前に波が来てますっていうことだったら誰でも逃げると思うけど、放射線の場合はそうじゃないですからね。あるいはそのあれですね、福島第一のケースのようにもう水爆発してそれがテレビに流れるとというような事象が起きれば、みんなこれはそうですね大変だなというふうに自覚するけれども、それがなかったら、そういうそのアラームがなかったら、人はなかなかその放射線が迫ってる、放射性物質が迫ってるっていう危険を実感できないということですね。そうですね。はあ、あれだってあの福島中央テレビでしたっけ、あのリモートカメラ、はいはい、あれがあったからいいけど、そうですね、あれなかったら誰も知らなかったかもしれない。そういうことですよね。しかもあの福島中央テレビでしたっけ、あれ流すかどうかしばらく逡巡してたって言いますよね。1時間か2時間ぐらい確か時間が空いてるんですよ。この、 あの発電事業者、つまり電力会社に保証責任が発生すると、というのはこれはどういうことを指していらっしゃるんですか。あ、これはあの現在福島でもそうですよね、たくさん訴訟起きてますけど、あの事業者の行為によってその損害発生させたんだから、それは損害賠償しなきゃ、あの、まあ、民事訴訟ですね、それは当然ですよね、なるほどなるほど。で、あの民事訴訟で争いになってなくてもですね、今その東電がですね、あのそういう住民に対して払っている賠償額が今11兆円という数字が出てますので、まさにそのことをおっしゃってるんですね。そうですね。つまり住民を避難させることによって、賠償責任、保証責任が発生するので、それを極力抑えると。でこれ変な話だな。あ、まあそれは そういう証拠はないけども、まあ、背景を推測すればそうじゃないかなということですけど。なるほどね。つまりその上岡説によるとですね、つまりその今生じている莫大なその保証金額ですよね、10兆円超えてまだ増えると、でこれ当然東電には払えないから、結局その国が原子力責任賠償金で払うわけですよね、そのためにその我々 あれですよね、あの税金まで払わされてるわけですよね、で電気料金に上乗せされると、そういうものを抑制したいということで、まあ、ではないかと。ではないかというふうに上岡さんは見てられるわけですね。しかしこれって変な話じゃなと思うんですけど、その火が燃え広がって丸焼けになっちゃったと、で丸焼けになっちゃったんだけれども、あのその丸焼けになっちゃったところを修理する費用がもったいないから、あの丸焼け、火は燃え広がらないことにしようみたいな、そういう設計になっとるということですよね。そういうこの、なんて、まあ、あともう一つ放射線ですから、ええ、あのなんていうか直接わからないわけですよね。あのそういう国の指示によって避難したらそれは賠償の対象になるけど、指示、あの逃げろと言ってないのに逃げた人はそれは自分で勝手に逃げたんだから知りません。そうか、自主避難になるんだ。そうです。ああ、そういうことか、ええ、
じゃああれですかね、そうやってその大量の人間が避難のため動いたとしても、例えばその避難先でその避難所とかを用意しなくてもいいってことになりますよね。まあそういうことになるでしょうね。うわあ、すごい無責任な話に思えるんですけどね。まあ、あともう一つはそのもし避難しなくて後で、まあ、例えば健康障害とか出たとしても、放射線のそういう因果関係の立証っていうのは非常に大変ですよね。今裁判いくつかなってますけど。そうですね、そうですね。つまりその因果関係は証明できないわけですよね。そうですね。うん、もうあれですよね、例えば健康被害が出たとしても、それをほら手術したら福島第一原発由来の放射性物質が出てきたでしょみたいなことはなくて、うん、そうですね、まあ分からない、分からないと、うん、で最終的には裁判官の心証で決められることになってしまうんですね、そこは、ね、まあ心証っていうかそのいろいろ証拠はありますけれども ね、うん、これはすごく大胆な質問なのかもしれないですけれども、そういう諸条件考えていくとですね、日本でこの国土でこの道路事情および地理条件地形において原子力発電所って運転するの無理なんじゃないのというような、うん、思いが頭をかすめるんですが、うん、いかがでしょうか。まあまず無理ですよね。ただもうすでに使用済み燃料溜まってますから、うん、 そうですね、それどうすんだっていう問題になってきました、ね、そうか稼働全部止めても使用済み燃料そこにあるから、ね、危険なことは変わりないじゃん、ね、なるほどなるほど、それをポイントですね、うん、つまり原発全部止めれば安全だというのはそれも幻想であるんですね。そうですね、使用済み核燃料、その例えばそのじゃあ諸外国で例えばフランスとかイギリスにね再処理任せればいいんじゃないのみたいな議論に対してはどうかお考えですか。でもただちょっと量は膨大ですからねまあ、だから具体的にどうするかっていうと一応その乾式貯蔵にせざるを得ないと思うんですよね。持ってくったって持ってく先がないですから、まあ、なんとかその乾式貯蔵にできるまで、まあ、5、6年かかると思うんですけど、冷やして、でその敷地内で保管してもらうしかないでしょうね。原発のということですか、うん、かつてフランスに再処理とか依頼してましたよね、あれはもう無理なんですか。だからできるでしょうけども、量が膨大ですから、要するにその運搬して少しずつ運び出してまた戻ってくるというのだけでもすごい時間がかかっちゃうところになりますよね。まあいずれにしてもなるほどな、そのまだこれからもどんどん増えますよっていうんじゃ話にならないんで、まずその止めるのが第一だっていうのはその通りなんだけれども、うん、じゃあその今溜まってるやつどうするかっていう議論をやっぱりしないといけないですね。なんか六ヶ所村がとりあえず貯蔵だけでも引き受けますみたいなことを言ってますけど、あれはダメなんですかね。まあ持ってくだけですね。つまりそれはその危険なものはね、青森県六ヶ所村に固めて置いておいて、他の原発のあるところはね、まあ、とりあえずホッと一息みたいなんですね、ずるいですけれども、要するに青森県にその危険なものを押し付けてですね、他はとりあえず安全になるというそういう考え方ではダメなんでしょうか。青森県は確かあれですよね、最終処分所ではありませんと、まあ、仮置きならまあなんとか認めますということだから、あとそれに今各地の原発で溜まってるやつ集めるともうとんでもない量だから、青森に仮置きすると言ったってもう不可能ですね、うん、そうですか、それほど膨大な量ですね。膨大ですね。ごめんなさい、私もその使用済み核燃料の方はそういえば考えから落ちてたなと思いました、そういう点で。
なるほどな。これもずるい考え方ですけれどもね、今福島第一原発 の、 事故で出た、いわゆる汚染土、除染土ですけれども、あれ の、 その中間貯蔵施設が、大体あれ何年預かるんだったら30年か40年、あそこに仮置きするとということでですね、これも引き延ばし戦術に過ぎないんですけれども、青森県の仮置き場もですね、とりあえず30年40年時間を稼いでですね、その間にその使用済み核燃料をとりあえずわっせわっせ運んでですね、でこれどうするのかっていうのを30年40年の間に考えるという手段ではダメなんでしょうか。いやただ5、6年冷やせば乾式貯蔵できるんで、はい、わざわざ運ばなくても各サイトで貯蔵しておければいいんだと思うんですけどね。乾式っていうのはつまりですね、その水のプールから出して 水から出しても空冷で空冷のキャスターに入れておけば入れておけばよかろうと、うん、あ福島でも部分的にそれ乾式 やっていて、はい、それは津波かぶっても大丈夫だったんですね。そうか、福島第一でも、うん、その乾式貯蔵されていた使用済み燃料棒あったんだ。一部あったはずですね。あだそれは地震津波でも大丈夫だったん でその置いとく分には大丈夫なので、つまりそのキャスク破れたりしなかったってことですね、そうですね。うーん、なるほどな。ただ、ええ、出したやつを最低5年か6年ぐらいは水で冷やさないといけないけども、それ以後は空冷でも、まあ、動力いらないですね。自然通風で置いとけるんで、5、6年であれですか、水冷しなくてもいいぐらいの効果になりますか。確かそのくらいだったと思いますね。しかしそうするとその空冷式キャスクに入れてですね、各地の原発のどっかに、敷地内に置いておくと、ということになりますね。そうですね、それでとりあえず地震などは安全であろうと。そうですね、本当に大丈夫でしょうかね。なんかすごい心配になってきました私。まあただ福島でも大丈夫だったのでだったわけだからと、そういうことになるんですね。運ぶ方がよっぽど面倒だと思いますけどね。ああそうですか、それはその面倒、手間の点でもコストの点でもっていうことですね。そうですね、まあ、ということはあれですね、その今原発がある近くに住んでられる方は原発がとりあえずその稼働を止めたとしても、使用済み核燃料棒が近くにあるということから逃れられないということなんですね。そうですね、でそれをそのは、まあ、時間軸を伸ばしていきますとね、そこは最終処分場になるということじゃないでしょうかね。まあ置いとくしかないですね。置いとくしかないということは、つまりその乾式キャスクに入れてそこに置いとくと、で何年置いとくんだと、という議論になったらですね、いやいっそのことそこを最終処分場にしてしまえばいいんじゃないのかと、つまりその10万年置いとくとかですね、まあそういうことですね。そういうことになりませんか。そうですね。ということはその将来の日本、未来の日本はですね、その原発のあるところに点々と最終処分場が事実上できてしまうということになりますね。そういうことですね。それってすごいあれですね、暗いシナリオのような気がするんですよね。まあ、ただ持ってくといったって持ってくとこないし、青森に押し付けるわけにもいかないし、ということだと、でまた新たにそんな場所を探すといったってどこも引き受けるとこないだろうし、そうですね、やっぱり中で処理してもらうしかないでしょうね。
またその福島第一の中にある溶けたデブリだけで何でしたっけ、800トンから880トンとか、300トンだったかな、そんなもんでしたっけ、うん、であとまあ周辺の土壌もまあ当然汚染されてるでしょうし、例えばその年溶け落ちたデブリだけじゃなくて、うん、そのまあ、あの容器部分とかですね、うん、汚染されてるわけですから、まあ、そういうのをひっくるめて、うん、あのまあ、高レベルの汚染物、あの廃棄物が出てくるわけですよね。でそれも、まあ、はっきり言えば、なんていうのかな、危険な貯蔵物であることは変わりないわけですよね。でそうするとそれも どっかに持っていかなくちゃいけないのかっていうと、今の上岡さんのお話に従うとその動かす方が面倒くさいということになるのか、てかあのー今6カ所とか、まあ再処理っていうのは使用済み燃料を持ってって、それをあの切断して溶かしたりなんとかして、その高レベルの廃棄物をまあ集めてるようなわけですよね。そうですよね。だからそれの処理先っていうのがまた大変になっちゃうんだけど、あの鑑識っていうのはただ燃料棒をそのまま置いとくだけですから、あの放っておけばどん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 放射能下がってくんで、それ以上何も起きないですから。そうか、ということは燃料棒のあの形、細長い形はそのまんまキャスクに入れちゃうということですね。そうです、なるほど、なるほど。そうか、あれですね、その福島第一から出てくるそのあれのデブリとかうんぬんとかとは全く話が違いますね。それは違いますね。うん、なるほど。あの僕がお伺いしたかったのは、つまりその福島でもそういう大量のね、あの放射性廃棄物、しかも極めてあの精度高めに出てくると、でそれはもうどこかにあの移設するっていうのはね、コスト面でも高すぎるという議論に なるんじゃないのかと思ったんですけど、上岡さんどう思われますか。デブリについて、デブリあるいはその周辺のあのあれですね、汚染されたその容器なり含めて、うん、だからあれもう水の問題さえなければ埋めてしまうのが一番、コンクリート詰めにしてしまうのが一番合理的だと思いますけどね。あ、水というのはその地下水、地下水の、あ、でそれコンクリート詰めにしても地下水はそこから染み出してくるであろうということですか。うん、だからあのチェルノブイリはあれまだ良かったんで、その地下水の問題ないからあのコンクリート詰めやったと思うんですけども、地下水がどん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 来てる状態では福島はコンクリート詰めできないですから、うんと思いますけどね。いやだからとにかくあの地下水止めなきゃダメなんだけど、だからこう周りをずっとあの地下堤防っていうか、それやるのが先決だと思うんですけどね。私もそう思いますね。なんかあの一時期あの凍結度凍結どちらこちらというのがありましたけど、凍結度やったけどあれダメですね。やっぱり実効性ないですからね。ということはあの最近その、まあ、石棺方式に、まあ、あの対抗して、何ですかね、あのお墓方式といいますかね、骨壺を収めるようなその地下のスペースをそのコンクリートで作って、上もコンクリートで固めてっていう、そのお墓方式みたいなことをあのよく読むんですけど、あの見るんですけれども、あの金さんおっしゃっているその地下部分、あのそのコンクリートでの、その、まあまあ、防水壁ですよね、作るってそれに近いものだと考えていいんですか。まあ、技術的にはよく検討してないですけども、うん、何にしても水止めないとどうしようもないですよね。あそこ その福島第一原発の地下って伏流水がものすごい勢いで流れてるっていうのが私の認識で、というのはその周辺 の、あの福島第一の周辺 の、 あの海面に立っている、あの崖を見るとですね、崖 の、 その隙間から水がジャージャーとまで言いませんけれども、必ず流れた跡があるんですね。だからあここら辺はそういうその地下水、いわゆる伏流水の類が激しく流れておるところなんだなというのは周辺の条件を見れば分かるんですね。で当然そのあの福島第一の地下にもそういう量の地下水が流れてるはずだし、今その
上木さんがおっしゃってる、まずその地下水を止めないとっていうのは、それはそのことですね。そうですね。うん、でそのためにその燃料あの溶け落ちたデブリをそのあの地下水から遮蔽しなくちゃいけないと、そういうことなんですね。いや地下水が止まれば、はい、もう触らないで埋めてしまうのが一番確実だと思いますけど、ね、あとにかく何かするともう作業員の被曝が発生するから、そうですね、もうできるだけ何もしないのがいいと思うんですよね。それはあれですか、コンクリートのその遮蔽、それは遮水というんですかね、あの要するに水を止めるということですね、うん、それはその箱のようなもので囲ってしまうということでしょうか。そうですね、そうだと思います。ちょっと技術的に分かりませんけど、だけどそれでも何らかの形で、うん、あの地下水の流れそのものを止めてしまうことが必要だとおっしゃってますか。そうですね。あ、コンクリートで固めたって地下水が流れたらまた染み出してくると、そういうことでしょうか。まあ、いずれにしてもあの流れてる状態でコンクリートを入れても固まらないですから、うん、まず水を止めないと、元を止めなきゃダメでしょうね。だけどそれに近いその方策をその東電なりがしてるという話は全く聞かないですね。ないですね。うん、あれはその例のあの耳かきのようなアームで、うん、あの何て言いますか、あのデブリを掘り出せるっていうのをまだ楽観的に考えてるということなんでしょうかね。いや、もう見込みがないのは分かってると思います。だったらなんでそんな無駄なことをするんだろうと思いますけどね。まあ、そういうことなんですけどね。わかりました。なんかすみません、あの私の方からあのお伺いしたこと大体聞けてしまったような気がします。なんかすみません、あの私の方からばっかりあの質問をズケズケしてたので、あの逆に上子さんの方からですね、あのこれはその言っておきたいなというようなことがあればぜひお伺いしたいんですけど。そうですね、やっぱり福島原発事故から時間が経って、うん、やっぱり最近いわゆる風化っていうことを感じますね。なかなか原発に対する、うん、なんていうか意識が薄れてきたっていうか、暴虐、世論が暴虐し始めてる。そうですね、それをどうするかっていうのが気になるところですね。というのはそのさっきおっしゃったように、まあ実際に稼働しているしところもあるし、うん、稼働しなくてもその使用済み燃料を持っている人、うん、でその時にそのじゃあどんな避難対策が取られているかというと、今まで述べてきたようなことであると。なるほど。つまりいや僕もあのこの新しい避難政策は矛盾だらけなのをどうして新聞とかね、マスコミは言わないんだろうっていうふうに、私みたいな素人の一フリージャーナリストが見てもこれはおかしいだろうと思うのに誰も指摘しないわけです、ね。まあ誰もっていうか東京新聞とかはやってますけどね。言ってますよね。だからまさにそのそういうそのもうなんて言いますか、一部マスコミって言いますかですね、本当にその東京新聞とってそのなんて言いますか、あの読売朝日日経のようなそのメインストリームメディアではないわけですよね。だから一地方紙なに過ぎないとね、まあ東京新聞頑張ってると思うんですけれども、そういうそのまあどちらかというとマイノリティの方からしかその声が出てこないっていうのは、僕すごくそのあのまあ私自身がまあマスコミで生きてる人間ですけれども、そのマスコミ自体のその問題として感じるんですよ。その、うん、あの暴虐の問題に関してもそうなんですけどね、まあ、そうですね、その世論が暴虐するのはマスコミが暴虐してるからだと僕は思ってるんですよね。そうですね。上岡さんのところではどうですか、その取材とか来ます、みんなそのマスコミの、まあ時々は来ますけど、東京新聞とかですか、やっぱ。あのでもね、うん、あの NHK の地方局とか結構熱心な人もいて、あ、そうですか、ね、よく来る、まあよくでもないけど来ることありますけどね。それ地元にその原発を抱えて、そうですね。あ、なるほど。松山とかあの辺でしょうかね、やっぱりね。松山だとあの
愛媛新聞とかそういう人は来る。ああ、そうですね。あと NHK 仙台の人とか結構熱心で行きました。ああ、そうですか。それはいいことですね、うん、NHK 熱心なんですね、うん、あのこのビデオ、まあ、YouTube で、うん、あの放送しましたね、うん、うちの近所に原発あるんだけど大丈夫だろうかというふうにね、うん、あの思った人はですね、うん、どうすればいいでしょう。この上岡さんの原発避難計画の検証を買うのがいいんでしょう、それともなんかネットか何かで公開されてるところがあるんでしょうか。ネットでまとまって公開というところはないんですけど、あの、一つ今活動していることとして、はい、あの新潟でですね、はい、新潟結構地元の人が熱心に活動していて、こう各地域を回ってあのワークショップをやってるんですよ。それであの地元の人に集まってもらって、はい、あのじゃあもし今柏崎が緊急事態になったらどうしますかって、本当に逃げられますかとかですね、そういうこう地図を配ってこう実際に自分がここにいるとしてこう逃げられますかとかですね、そういうワークショップを今ずっと回ってやってるところです。あ、それに上岡さんも行ってられるんですか。あ、参加して。そうですか、それは素晴らしい。そうか、やっぱり新潟は地元の方が熱心なんです ね。うん、私はあの実家にあの京都市の北部にあの母と妹がいるものですから ね、あの福井県京都市でもそういうことをしてほしいなと思うんですけど、そういう呼び声はまだかかってないですか。そうですね、まあ、やっぱりあの地元で熱心に活動してる人がいないとやっぱりそうなんですね、あ、でもね、あのそこのさ参加した人がこう町内会に持ち帰って話してみましょうとか、結構そういうこともでき出てますからね。よかったです。あ、そうです、うん、あのそういうふうに上岡さんを例えばその講師にお呼びしたいんだというようなことでは、お受けしてらっしゃるんですか。で、あの新潟は毎月のように行ってますけど。あ、そうですか、分かりました。そういう時はあれなんですね、あの交通費とかをお支払いすれば、あの上岡さん来てくださるというふうに考えてほしいです。あのもちろんボランティアで行きますから。あ、そうですか、分かりました。それは心強いです。あの多分この、 あのビデオを見た人もですね、上岡さんの話を直接聞きたいという方がいらっしゃると思うんですよね、うん、うちの原発の周辺で大丈夫なのとか、それこそあの、 あの京都市のようにですね、あの50キロ圏ギリギリとかですね、はい、知りたいことがたくさんあると思います、はい、まあそれはあの今はあのさすがに実際行かなくてもリモートとかでもできますし、うん、そうか、リモートでのあれもできるんだ、うん、ウェビナーみたいなことでできますよね、うん、あ、なるほどなるほど、それがいいですね。あのそうするとあのこの避難計画の研修のようにその各こういう原発ごとのこのシミュレーション的なものをまた拝見できるということですね。そうですね。なるほど。これちょっともうだいぶ古くなってるんで、あの改訂しないといけないと思ってますけど。また改訂版を書きになるっていうのは。まあこのあれがそれが一応改訂版なんですけど。これが避難計画の検証の改訂版なんですね。そうですね。なるほどなるほど。わかりました。あ、なるほどなるほど。じゃあちょっと。これもあの番組の中で紹介しておきますね。普通にあれですね、緑風出版ですから、あ、緑風ですから、あの普通書店で買いますよね。はい、はい、分かりました。どうもありがとうございます。いや、こちらこそ。いや、どうもすいません、本当にあのいろいろとあの愚問ばかり並べてご関連から、どうも本当にありがとうございました。